こんにちは、ごめゆうこです、今日はラグ&ボーン表参道店でショップクルーズです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ラグ&ボーン表参道店の二平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジュアルとこのコーディネート、これがなんか今期の感じですか？はい。はい、今年ブランドが創設20周年を迎えていて、もう20周年なんだ。はい、そうです。それで、この後ろのパネルとかがその20周年を記念して発表されたアイコンズっていうコレクション の、 あのルックなんですけども、定番のラグ&ボーンのアイテムをちょっと再構築してアップデートして発表されたラインになっています。このジャケットとか、うん、はい、このジーンズジャケットとかはそのアイテムですね。へえ、じゃあ20年前に出てたアイテムがもう一回。そうですね、20年前からこれまでに出てた、これまでに、ね、はい、出てたやつが人気の、そうですね、人気のこうブランドを象徴するようなアイテムが再登場してます。なるほど、はい、ファンにとってはね、そうです ね、たまらない企画ですね、はい、このそのさ、入り口のとこのあのニット最初からめっちゃ気になってるんだけどめっちゃ可愛くない？すごく可愛いの、このステッチが。そうなんです、ステッチがちょっとコントラストのステッチになっていて、ね、はい、結構ラグ&ボーンは秋冬のニットがすごく可愛いので、うん、袖もちょっとフレアっぽく、はい、フレアになっているんだ。あら、なんかコートだけど、ちょっとこんなコート、ジャケットコートみたいな感じで、でもちょっと着るとコクンっぽい、こう丸みのあるシルエットです。ね、かわいいね、千鳥格子。千鳥格子。はい。千鳥格子シリーズ。かわいい。バナー、はい、このブラウスも素敵だね。かわいいですよね。ね、おお。いい、うん。ニットとかもあるんだね。結構。あ、でも綺麗な色。これもカシミヤのシリーズで、カシミヤなんだ、はい、気持ちいいわ、秋冬に毎回出るシリーズなんですけど、あの発色がすごく綺麗なのと、綺麗ね、本当ね、軽くて暖かいので、丈が短め丈で、はい、いい、こちら2色展開で、うん、刺繍が結構立体的になってるので、これもすごい可愛いですよね。可愛いね、可愛いですね。ちょっとジャケットの下とかに、うん、着てもいいね。あららら、もこもこのアウター、もこもこアウター、あら、かわいい、うん、これもこれもエコファーで、去年出てたのがすごく人気だったんですけど、うんうん、今年こういうふうにリブがついてアップデートされてジップになって、ちょっとミリタリーのテイストが入ったデザインになってます、うん、色もなんか ね、かわいいですよね、かわいいね。すごい、なんか結構ワイドな、そうなんです、これ今までこうラグ&ボーンの中で出た中でも一番ワイドなんじゃないかというぐらい、かなり、はい、長くてレングスもあって、うん、股上も高いのでかなり足長、あららら、らパンツです。なんか新鮮だね、この感じ。新鮮、おー、すごい、すごい長い、うん、私が履いてもね、高身長ですけれども、はい、はい、可愛いですね、これ可愛くないですか？可愛いですね、ラグ&ボーンの R が入ってて、でもエコウールが入ってて、はい、エコウールを使用してて、あ、可愛い、どっちも可愛いですね、いいですね。いくら、ちょっと待って、気になると値段を見る17,600円、かわいい、はい、あ、触っちゃった今もうすでにこれあれ、ちょっと前回私来た時に選ばせてもらったあのフラットシューズ、はい、
すごい履きやすかった、ね、そう、中が低反発なの、これもそう、そうですね、これもこれもそうじゃないか、はい、クッションになってます。中クッションになってんの、これ気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。そうなのよ、はい、ローファーでなんかクッションの顔してないですね。そうなのよね。そうなんです。おー、かなり攻めてる、はい、色もあります。うんうんうん、ちょっとね、細かくいろいろ気になるっていう。これ何？これは、エコバッグというか防水のバッグなんですけど。防水なの？はい。結構サイズが大きくて、あのバックステージ の、うん、あのコレクションのバックステージのやつがそのままプリントにされていて、これめっちゃ便利そうだね、はい、大きいですね。大きいので、しかもなんかこのさ、ロゴっていうかこの文字がポイントになって、うん、面白いですよね。これいいな。防水、防水っていうのもまたいいね。ねえ、だってこれさ、入れといてね、バッグの中に入れといて雨が降ってきたら撥水防水、うん、気になる。2万4200円でございます。結構スナップが入ってる。確かに。あと持ち手も2種類あるので、うんうん、まあ、あの中に入れる重さとかによって。なるほど。中にポケットもついてたりして、ね、機能的にはすごくいいかな。持ってもいいし、はい、肩掛けも、肩掛けもできて、うん、これされてんね。ありがとうございます。チェックチェックでございます、はい、入り口にあった、はい、アイコンズのコレクションです、うんうん。その20年前からのそのいろんなコレクションのアップデートされたアイテムが揃っているという感じなんですね。あら、なんかちょっとニットワンピに目がないんで、これも可愛いですね。ちょっとミリタリー風な。そうなんです。結構このブランドの軸となっているのが、うん、まあ、ミリタリーと、うん、ブリティッシュのテーラリングとスポーツっていうものが3つ軸になってて、うん、まあ、アイコンズは特にそのミリタリーのテイストのものがとテーラリング、うんうんうん、はい、ミリタリーね。そうですね、このジャケットとか、うん、ニットとかもね、ちょっとミリタリーの要素がありますけれども、私が今日履いているのも私物の私物のこれこれ、そう、すごい可愛いカーゴパンツ。そう、色がなんか明るめの、ね、そうですよね、グリーンですごく、うん、ね、いろんな着こなしが楽しめる、うん、ほうほう、うん、かっこいいですね。おー、うん、ね、キャメルのコートだからロングでもそんなにこう重くならなくて、そうですね、はい、うんうん、かっこいい、かっこいいですね。これもかわいいですね。かわいいですよね。それもこうちょっとショート丈のピーコートで、襟は取り外しができるんです。これね、めちゃんこかわいい、はい、ちょっとこれも着てみていいですか。はい、めちゃんこかわいいから。かわいいですね、これすっごいかわいい、うん、ファーナイト、ね、ちょっと早い時期から着れると思います。あ、なるほどね。秋冬一押しのやつはどれですか。シガレットっていう形が、うん、綿100のタイプなんですけど、あ、伸びないんだ。じゃあはい、ストレッチない。へえ、入ってくると馴染んでくるような感じですね。ボタンフライでちょっとヴィンテージライクな、あ、はい、ボタン作りになってます。なるほど。ちょっとこれ、どういうこと。これは、スウェットの生地にデニムを転写プリントしてるので、あらら、こうダメージとかも全部プリントなんです。へえ、でスウェットなんだ。はい、画面だとあ、結構わからないです。わかんない。でも裏スウェットだよ、ほら、本当だ、ね、はい、なのですごく履き心地が良くて、このコロナ禍になって登場したアイテムなんですけど、あ、リラックス、ね、そうですね。これはストレートのタイプ。あらららら、わ、うん、わかんない。画面から、うん、あ、そう、うん、騙される。騙された。面白いな、これすごいね、気持ちいい。定番、定番です。これ前14,300円なんだけど、これすごい着てて、黒ちょっと今日買って帰るかなっていうぐらい、もう一色欲しい。気持ちいいんだよね。ここあの一軒家になってて、2階はメンズになっておりまして、
カップルで、ね、とかね、あのご夫婦とかで来られても一緒にお買い物を楽しめるので、ちょっと2階のメンズコーナーも行ってみたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。お願いします。菅野さん、菅野さんですね。ラグアンドボーンの菅野です。菅野さんです。メンズすごくいいよね。ここはあの男部屋みたいなイメージなので。ああ、そうなんだ。あ、だからこうレコードプレイヤーだったり、趣味部屋みたいな、はい、趣味部屋みたいになってんだ。一緒ですね、レディースのアイコンと。あ、そうです。一緒で、まあ、メンズも結構ミリタリー調になってるんですけど、まあ、割と結構シンプルめなアイテムが多いんですけど、まあ、こういうシャツも後ろにこう一見普通のシャツなんですけど、こっちにこうリブが入ってて、あー本当だ、こうすごい動きやすくなってるんですよ。何これ、よくない？はい、ここねえ楽よこれ。なんでこう可動域がすごい上がるんで、なんかビジネスシーンでも、まあ、あの普通のカジュアルなシーンでもどちらでも使えるような感じで、はい、めっちゃいい、うん、生地は一緒だけど、そうですね、生地感がレディースはこう絞れるようになってたりとかするんですけど、あ、今着られてるのはこれです。メンズは割とまあ本当シンプルな形で、こういうシャツにこういうだって妄想タイムこういう感じとかの男子が好きですね。シンプルで、はい、シックな感じのファッションが好きです。そうですね、はい、基本的にそうですよ ね、うちの夫は全くの真逆なんですけどすもう大変なことになってますもう絶対これが来てくれない感じなので私はこういう感じがすごい好きです、はい、え、もう可愛いな。それはもうブランド当初からあって、うん、あのペルー製のすごい柔らかいコットンなんですけど、気持ちいいし今すごいめちゃくちゃ人気あって、まあ、昔から結構人気あるんですけど、うん、もうそれに本当デニムみたい。これいいじゃん、かっこいい、こんな人いたらこういう感じとかあとは、あ、ごめんなさい、興奮しすぎて落としちゃったこんな感じとかね、いいですね、こんないいですね、シンプルにね、かっこいい、こんな男子がいたら素敵です、ね、素敵って感じでも、まあ、うちの夫は絶対にこの格好してくれないんですけど派手好きなんで、はい、派手好きなんですよ派手好きなんですよ好きな男子がいる感じですか女性がメンズ選ばれたりするんだ。そうですね、まあ、さっきの こういうヘンリーネックだったりとか、あ、これいいよね。あとうちが一番多いのはこのカシミヤなんですけど、これは毎シーズン出してて、あのレディースのアイテムは結構デザイン性あるんですけど、いい、うん、メンズは結構もうシンプルなんだ。シンプルな感じで、今回のはあのすごいライトウェイトで軽いんですよ、ね、確かに。なんで、まあ、結構レディースの方とかも割とサイズ上げてて着られたりとかは結構すごい多いですね。これいくらする？ディスクすいませんどうぞおおおニヤニヤしちゃう値段64,900円。カシミヤですか。あのリジットのってノーモッシュなんですけど、うん、あのストレッチが入ってて、なので結構細身なんですけど、うん、あのすごい履きやすさを重視してて、はい、まあ、シンプルなんですけど結構かなり人気高いアイテム。いやーそうでしょう、はい、好き。あ、うちの夫はね、これだと思いますこれだと思います。こういう、あー、いいな、こういう男子がいたらいいな。シンプルでいいのよね。まあそうですよね、確かに。シンプルでいいのに、なんかね、やるんですよ。うちの夫だけかもしれないけど。あ、そう？夫はなんか蛍光黄色とか着てます。あ、ちょっとうちの夫とちょっと被ってるじゃん。なのでお願いしますよ。かなりロングな。このワイド、ワイドの、すごいですね。長いですよね。長い。でもこの靴を隠して履く、はい、ギリギリで履くのがかっこいいかなとは思います。あれ、今履かれてるのと同じ形ではない？はい、同じ形で色違いです。新鮮、新鮮このニットはめちゃくちゃ可愛い。すごい可愛いです。うん、はい、ステッチがやっぱ効いてます ね、全身もつんだけど、うん、ほんとほんとこのニット可愛い、ね、可愛い、かわいい、かわいいです。ていうかこのデニムがめちゃくちゃいいんだけど。いいですか、よかった。あのコットンだけどそんなにこう硬くないっていうか。そうですね、履き心地すごい。ちょっとウォッシュがかかってるので、うん、最初から少し柔らかくはなってると思います、ね、これちょっと見てみよう。これすごい、
形すごい綺麗だよね。綺麗ですこうハイライズだからブラウスとかインするのもすごくバランス取りやすいと思います、うん、いいです。これいい色ほんとちょっとユーズドちょっとなんかなんですかウォッシュされてる、うんね、そうです感じが、ね、はい、真っ黒じゃない感じが、ね、これもね、うん、すごい可愛い。どこ刺繍が。刺繍可愛い、うんうんうん。そしてね、この靴。めちゃくちゃふくふくしてる。中がこのローファーのこのカチッとした感じから想像できないぐらい中がめちゃくちゃふかふかなの。気持ちいいよ。いいですよね。履きやすい、ね、本当に1日履いて全然大丈夫。疲れないこれ。革靴です。はい。そうだよこれ。すごいいいと思う。ローファー履きたいよね。うん、秋に ね、いいですよね。ちょっと最近ね、いろいろ出てますから、はい、めちゃくちゃ気持ちいい軽いですよね。軽いこれ。あったかいですし、これすごいいいですね、うん、これでも、まあ高級ですけれども高級ですけれどもでもシェアできるからね。そうです ね、そういう点では ね、これメンズだから、はい、これ何サイズだっけ。これ何サイズでした。メンズの M を着てます。でもね、なんか、はい、2人でちょっとオーバーで着てもね、うんうんうん、かわいいアイテムなので、ね、はい、奪い合いになるねこれこのなんかしなやかさ、うんうん、軽さ、気持ちいい、癖になります。癖欲しいこれマジで欲しい。どう、かわいい、なんかすごい新鮮な感じ。え、ちょっと待って、あ、本当だ、新鮮な感じ。結構形が可愛い。そうですね。そうね。ちょっとジャケットっぽい感じで。ジャケットっぽいんだね。はい、ね、コートとジャケットの間みたいな感じ。可、う、愛、ん、い。ちょっとブリティッシュっぽくて可愛いです、ね。はい。めちゃくちゃ楽。楽ですよね。なんか一瞬でも履いた時に履き心地と見た目が違うから。びっくりしました。戸惑いこれ見ててもきっとデニムに見えるよね。そうですよね、プリントなんだよ。そうなんです、ポケットもジップも全部プリントで、後ろね、はい、だって近くで見てもポケットの入り口を探っています。そうだよね、ここには本当のリアルなポケットがあって、ここは違くて、そう、後ろも違くて、なんか携帯とかは入れれるので、あ、ここにね、その辺は、はい、あとは本当に、ね、リラックスしてるけどちょっとちゃんとも見えるアイテムなので。なるほど、めちゃくちゃ楽、うん、このカットソーも何気にデザインが、そうなんです、袖とくるみボタンがポイントですね。かわいい、はい、ね、後ろね、うん、かわいい、うん、一見シンプルだけど、はい、なんかデザインされてていいです。はい、どうですか、かわいいですね、うん、ああ。このコートね、かわいいです ね、 いいですよね。ワンピースの上とかに着たりしてもいいし。そうですね、はい、でデニムでも合うし、いい、はあ、ね、あの、かわいいです、はい、私もあの最初普通シンプルなカットソーかなって、ね、そう思ったけど、でもこのカーゴとかに合わせて、あ、いいですね、かわいい、色もすごいいいし、うん、合わせすごいかわいい、ね、かわいいですね。その袖口の感じも可愛いし、うん、ちょっと今背中開けちゃいましたけど、ボタンも可愛いし、うん、え、読めない、近くすぎて結構するってこと。そうですね、44,000円。クリームボタンかな、そういうこと。あと多分ここの、あの裁断とか結構こだわってて、はい、後ろもここにこうちょっとクロスが入ってたりして、そうそう、なんか後ろのなんかそのラインも着てるとすごい綺麗、はい、そうなんです、これ普通じゃないよね多分体に沿うよ、え、体に沿うもんだって、沿うのに嫌な感じじゃない、そう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 、そう、ピタピタのってちょっともうなんかあんま嫌だけど、うん、なんか違うんです。そうです。多分こうリブとかが伸びないようなフィット感になってると思います。自分のこの感覚がビヨンって広がる、はいはい、たりしない。に、これ色一色ですか。黒とブラウンもあります。ブラウン。これ多分ここでね。そう。そうなのね、これね。ちょっと
かわいい。これかわいいですよね。かわいいです。かわいいの。そうなの。そうなの。さっきから思ってました。これかわいいって。すごいいいね、これ。どうしよう。あ、で色が。後ろ姿だね、このくるみボタンがね。で、そこのなんかこう腰のところ、うん、はい、切り替えとピタッとしてんのに嫌じゃないっていうのがすごいですね。そうですよね。三色替えはちょっとね、三色替えはできない金額なんだよ。二色ね、なかなかのお値段ですね。そうだね。ちょっとどうしようちょっと考えようかな。脱いで考え、ちょっと冷静になって考える、はい、上着も着るのを忘れているというなんだよお前、普通じゃないやつじゃないかっていう。黒でもね、あ、黒でもいいし、こういう色でもいいの。かわいいじゃんね。黒もいいよね。ボタンがね、うん、ボタンとなんかその切り替えになってるところがすごい可愛い、うん、そしてピタピタしてるのに嫌な感じじゃ全くないっていう、うん、着心地も大事ですよね、うん、こっちもいい、うん、こっちの色がね、これがすごい可愛かった。可愛かった。いろいろありがとうございました。たくさん試着させていただいて、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリアルにお買い物。お買い物ありがとうございます